二俣トンネル爆発事故は、1945年11月12日に、福岡県田川郡添田町、落合の日北彦山線彦山駅から南方500メートルにあった二俣トンネルにおいて、アメリカ軍が大日本帝国陸軍の隠していた火薬を焼却処理しようとしたところ大爆発を起こし、山全体と多数の民家が吹き飛ばされて、死者147人、負傷者149人、 家屋135個が被災した事故である。北彦山線の二股トンネルは、彦山築前岩屋間にあったトンネルで、釈迦岳の丸山をくり抜いて作られたもので、全長約100メートルであった。当時の北彦山線は全線開通しておらず、小倉方面から添田駅までは、添田線、添田駅から彦山駅までは、田川線の名称で、また夜明け駅から、宝珠山駅までは、 彦山線としてそれぞれ開通していたが、このトンネルを含む彦山宝ん山間だけが未開通のままであった。これは、彦山筑前岩屋間に、この二股トンネルのほか、吉木トンネル、釈迦竹トンネルの計3つのトンネルが作られる計画で、二股トンネルと吉木トンネルは完成していたものの、釈迦竹トンネルが戦争激化によりその工事を中止していたことが原因であった。 沿線付近には多くの軍事施設があったが、そのうち陸軍小倉兵器補給所を山田店役所にあった火薬倉庫の一棟が1944年6月16日の空襲により消失した。このため、西部軍司令部の指令により新たな倉庫を探していたところ、東ト,トンネルと吉木トンネルが空襲の被害から安全と思われ、適切な地下火薬庫であるとされた。 これにより1944年7月から1945年2月に渡って搬入が行われた。彦山駅まで列車で運ばれてきた火薬類はトロッコによってトンネルに搬入され、女性が主にこの作業に当たった。1945年8月15日に日本が降伏し、第二次世界大戦は終結した。連合国福岡地区占領軍は、 ソエダ警察署と責任者で山田店役所長だった陸軍少佐に対して火薬類の引き渡しを指示したため陸軍少佐は8月30日までに在庫確認したがそれによると二股トンネルには53万2 1 8 5ラムの火薬及び爆弾の新幹1 8 5ラムが保管されていたというまた地元住民4名が軍属として 火薬管理を行っていた。11月8日、火薬類の品目、数量を記載した兵器現況表が、添田警察署において、警察署長立ち会いの下で、陸軍少佐から占領軍の注意に手渡され、事実上これをもって、火薬類の管理は、旧日本陸軍から連合軍に引き渡された。この時陸軍少佐は、現地での確認を申し出たが、連合軍は、 引き渡し以前からこの火薬の隠徳情報を入手していたため、現地にて確認済みとして、現地立ち合いは省略された。それから4日後、連合軍の HL トン・ユーイング少尉が可視官2、3名を連れて、添田警察署へ向かい、トンネルにある火薬を焼却処分するから警察官3人と作業妊婦10人を差し出すように命令した。添田警察署からは、警部補、巡査部長、 巡査二人の計四人が同行した。一行はまず、吉木トンネルに到着。少尉は火薬を焼却しても危険性がないとして、先に試験的に爆薬に点火し爆発しないことを確認した上で、警察官たちに焼却処分しても危険性のないことを説明して、警察官たちがその旨を付近住民に伝えた。そして保管していた火薬を長さ20メートル、 1> 幅1メートルほど散布して、これを導火線とし、その末端に粉末一塊を置いた後、点火前に付近住民を避難させた。13時に可視感が点火、その後しばらく様子を見守っていたが爆発の可能性はないものとして13時30分頃ろ、吉木トンネルを離れ、14時頃二股トンネルに到着した。点火時刻を15時と決めた。 連合軍一行は、吉木トンネルと同様に、トンネルの北側入り口から約10メートルほど離れたところから導火線を作り、全員をトンネルから100メートル北方へ避難させ、15時頃に、歌詞館が導火線に点火した。様子を見守っていた連合軍兵士一行はこちらも、爆発の可能性はないとして、巡査部長に後を託して15時30分頃に、ジープで基地へ引き上げた。 巡査部長は、トンネル付近に住民が近寄らないように見張りを立たせていたが、天火から約2時間後、事故が起こった。連合軍兵士一行が引き上げてから約1時間後の16時30分ごろ、火薬を燃やす炎は火炎放射器のようになって、トンネルから噴出し、トンネル口から100メートル以上も離れた川の対岸に、あった民家にまでも延焼した。 火はさらに次々と燃え広がり多くの住民が消火活動に当たったが、炎の勢いは収まるどころか激しさを増し、ついに17時20分、火薬が大爆発を起こして山全体が吹き飛び、彼らは落ちてきた土砂の下に渦漏れてしまった。付近の民家は住民ごと吹き飛ばされ、火薬の搬入作業に当たった不助手の多くや爆発の危険性はないと住民に説明し、 トンネルの見張りを行っていた巡査部長、どんぐり採集をしていた落合小学校の児童29名も犠牲になった。トンネルを爆心地として被害の範囲は2キロメートル内外に及び飛んできた炎や爆風、空中に舞い上げられ落ちてきた土砂、岩石、倒壊物などの落下により多くの人々が死傷、多くの民家と田畑が炎症や埋没、全壊し 前述のように甚大な人的被害を出すに至った。爆発により被害を受けた家屋は135戸にも及んだ。また17時15分には、彦山さ行きより409列車が到着するはずだったが、事故当日は沿線で起きた火災により延着したため、列車は爆発に遭うことはなかった。ヒコ駅の駅員は列車が近づいてきたことを察するとすぐに列車を止めに走り、 駅に入る前に乗客を下車させたため、乗客は難を逃れた。しかし、この列車は折り返し17時27分発の上り418列車として運行される予定だったために、この上り列車に乗るはずだった乗客が、駅前広場で炎を見ていて、爆発に遭い、広場だけでもその乗客たちを含め十数人が死亡した。また、彦山駅の駅舎や付近の建物も、 被害を受けレールが曲がった。事故後、鉄道復旧まで列車は、すべて一つ手前の武前増田駅にて折り返し、運転をするようになり、救助部隊の移動や救援物資を運搬する列車のみ、彦山駅まで運行された。その救助活動も難航した。重症者は消毒薬や包帯などでは到底処置できないものも多く、終戦直後の物資不足もあって、 カンフルもすぐなくなってしまった。その後、たまたま事故に遭わなかった地元住民がトラックで病院へ搬送したり、連合軍が司令部の了解のもとで別の病院へ収容させたりした。田川、能方飯塚管内の警防団や福岡県警察本部の救援隊も応援に駆けつけ、数日間にわたって救助活動が行われた。事故翌日には、 福岡の地元紙、西日本新聞の記者が列車で現地入りし、14日から少なくとも3日間にわたって記事や写真を掲載している。記事によれば、事故の翌々日には、連合軍司令部の中佐と福岡県知事の代理人が、それぞれ現地視察と負傷者の慰問を行っている。被害者への被害救済について、連合軍からは、保証が行われることはなく、 当初は11月15日戦時災害保護法の適用を決めた福岡県から死者1人につき500円が支給されただけであった。事故後、地元の有志十数名で、二股トンネル爆発事故復興委員会が自主的に結成され、地元の復興を目指し諸般の世は、国や福岡県への陳情を行った。その結果、佐世保援護局から、 旧軍人の小被服4000点を受領し被害者に配布したり、慰霊費の混流や合同慰霊祭を行ったりするなど、ある程度の成果を収めたものの、保証に関しては、その活動が身を結ぶことはなく、その後復興委員会は解散した。そのため、弁護士の勧めもあって、被害者のうち16世帯が、連合軍将校に危険を知らせなかった警察官の注意義務違反によって、 第惨次が起きたとして、国に対して、損害賠償請求の訴えを起こした。一審の東京地方裁判所では、加害者は連合国軍にあるとして、訴えは棄却されたが、二審の東京高等裁判所は、1953年5月28日に、旧陸軍と警察官たちに、過失責任があるとして、原告の訴えを認める判決を下し、1956年4月には、 最高裁判所も国側の上告を帰却したため、住民の勝訴となった。事故の原因について、最初に転加された、吉木トンネルでは、格納率が20から25%と少なく、小爆発を起こしながらも40数日間かけて燃焼したが、二股トンネルでは、格納率が70から75%と高く、燃焼が進むにつれて爆発が拡大し、 このような大爆発になったと裁判所は結論付けた。また、この裁判とは別に1954年3月、日本政府の特別調達庁からわずかながら、見舞い金が支給された。この支給に関しては、この裁判への参加、不参加には関係なく被害者全員平等に扱われた。一方で、この訴訟に裁判費用が苦面できずに入れなかった被害住民は、 遺族会をを結成しし国にに被害弁償を行うようよ陳情していたこの事故は占領軍による被害の中で最大最悪のものとなったが、この時国は他に2000件以上も同様の被害に対する陳情を抱えており、その内容も主術だったなものがありおのおのその地区の大義士が講演しているため安易に妥協できないとして、 当時の官房副長官からの指示で当事故の被害保障を民事調停の場で解決することになった。遺族会は幸いにも当時の法務省民事局長の行為で弁護士の紹介を受け民事調停に臨むことになり、1957年1月25日に東京簡易裁判所で調停が成立した。この時遺族会の面々は申し立て人は今後本件について いかなる名義を持ってするも何ら要求をしないとの一冊を入れて裁判所からの遺者金を受け取り、遺族会は解散した。また1961年11月11日に、連合国軍等の行為による被害に対する、給付金の支給に関する法律が施行されたが、この時多くの遺族はこの法律のことを知らなかったため、地元の有力者が中心となって、国に請願を行い、 遺族たちにも説明して、再び遺族会を結成、粘り強く陳情を続けたが前日の裁判の結果に反するとして、国側はなかなかこの法律の適用を認めようとしなかった。しかしながら1963年、最終的に国側はこの法律の適用を認め、この事故の遺族たちも救済の対象となった。さらには1967年1月18日に、 この法律が改正され、遺族たちは給付金の追加支給を受けている。しかし、被害者遺族に対して支給された見舞金などの総額は全被害額の3%にも満たないものであった。なお、事故の原因となった火薬焼却の指示を出したユーイング商尉は1946年2月に軍法会議にかけられ、有罪判決の上降格、不名誉状態になった。 二股トンネルを託され殉職した巡査部長は事故後警部補へ特進となり警察厚労省と訓発等白色東洋省が授与された。二股トンネルはこの爆発で丸山ごと吹き飛んだために消滅し1956年に開通した鉄道は切り通しのようになった場所に線路が通されている。吉木トンネルは現存しており深層トンネルに解消されている。 彦山駅の駅舎には当時損傷を受けた痕跡が今も残っている。また、二股トンネル跡から筑前岩屋駅側に下った箇所にある第四種踏切の正式名称は爆発踏切であり、透明ながらこの踏切から切り通しになっている様子を見ることができる。爆発地点近くの秋光寺に慰霊碑がある。小説家の崎隆三が1978年に ドキュメント小説集の中で、この事件を題材とした、英彦山爆発事件を発表している。生き残った者の責任終戦直後の3時伝える、二股トンネル爆発2ページ目。西日本新聞ニュース。2020年11月13日閲覧。AB、列車遅れのちびろい、証言1945年、二股トンネル火薬爆発147人。 死亡事故戦争被害、風化させぬ、福岡鉄道風土器、湯気しのぶ、足処防、1999年、ISBN47 億5120万7334、ピアニッシモ、170から173。ありがとうございます。